あ、ほら、いるもん、承認。これ行くんじゃない？承認。おっおいけたー。ごめんなさい、お待たせしました。お待たせしました。皆さんすいません。待ってましたよ。それが今、聞いてもらった。今、カンナちゃんにすごいぴったりのお題があって、はい。クリスマスソングを歌ってほしいっていうお題なんですけど、うん、全然ぴったりのお題じゃない気がする。これはカンナちゃんだなっていう気がして、うん、ずっと溜めてたんですよ、僕ら。そう。クリスマスソングを歌ってほしい。ちょっと嫌だな、これ。結構嫌なの。結構嫌な、嫌なの一発目から来ましたね。もうちょいお酒入れてからにしましょう。そうね、一旦これ保留ですね。一旦保留しましょう。の皆さん一旦忘れていただいて、これちょっと酔っ払ってきていけそうだったら行きます。これはカンナちゃんだなっていう気がして、うん、ずっと溜めてたんですよ、僕ら。そう、ちょっと嫌だな、これ。絶対言ってきた。誰よりもカンナちゃんに歌ってほしいもんね、うん、そんな。一回ちゃんと俺らミュートになるから。本当ですか？いいですか？なんかもう全然クリスマスソングだったら、あの全然歌いやすい、何でもいいんで。まあ社内で一人しかいないんですけど、はい、全力で歌いますね。あ、お願いします。助かります。二人とも乗ってもらっていいですか？ちゃんと。はい、乗ります。いきます。はい。ジングルベールジングルベール鈴が鳴るふぅふぅ。ありがとうございます。もうみんながカンナちゃんの歌声聞きたかったっていう。その自分だけやりたくないやつ押し付けるのやめてもらっていいですか？あ、違うんですよ、全然違う。全然そういうのじゃなくて、なんか僕らも歌いたかったんだけど。これ吉沢さんやりたくないなと思いましたよね。全然違います。ちょっと嫌だな、これ。でもカンナちゃんが来るだろうなと思って、あ、これもうカンナちゃんに取っておくしかないなっていう。うん、名が。カンナちゃんのうん、歌を聴きたいはずだからっていうことで、絶対違うな。これだけは入っちゃった。なるほど、うん、最高のクリスマスプレゼントだ。最高ですよ。最高のメリクリです。うん、メリクリで